育ちだったよこれ。当時の写真だからな、見せたいと思う。まもなく左方向です。その先左方向です。温泉にも入って温まって、まあ一応取り出したからね。まあ電話もかかってきたからな、またうちの副代表から、あ、裏代表から、伊藤村です。なんか代表がいっぱいおるよ。なんとか代表つけるからな。ニート代表。やめて。それダメ、それダメ。え、ニートにならないの？じゃあ。一時的にはなるよ。なるんだろ、なるんだろ。いや、失業保険をもらい切ったら考えようかなって。それまでは考えないんだろ。ニートな、ニートな。一応その間も考えるだけでも考えるんだったら、一応ニートには当てはまらないはずだから。考えるよ、考えはするよ。さあ、一応調べはするよ。あわゆくはさ、だって4月に入りたいから。あわゆくは、あわゆくは、今あわゆくはって言ったら、うん、これ調べる気ねえじゃん。だいたいね、入社するには4月がちょうどいいからさ。そりゃそうだ。だから、できればその、ね、失業保険も1月からもらえるようになってさ、で、3月で、失業保険が終わると同時ぐらいに入れたら、それは一番いいんじゃないかなって。で、これで今トヨタ大谷のところをスーッと来たから、これでホメ駅さ、アイカンの、うん、昔はホエでスクールバスもホメにも飛ばっとったんさ、うん、今はもう止まってないらしいね、海津駅ができたから。うん、海津駅ってそんなに昔、あの後からできたんだ。後から、俺らが言う時はなかったんだもん。卒業するくらいの時にできたんだよ。あ、そんなに古いんだ。うん、古いって新しい、ね。あれはココメネオスになったんだね、やっぱし当たり前だけど。この通りの右側のラーメン屋でそう言ってたの。ああ、そうもちろん、ともあれだよな。ああ、そうだよ、なんか付けてくれたんだよ。そうやった、他のエッセやったところが変わったらもう見られてきたけどさ。そうか、ここもそうだよな、変わったのはな、当たり前やけど。確かこの辺りにあった弁当、まあもうなくなっとるやろか。あ、なくなってそうやな。ここや、勝宮。うん、ここそんな名前だったかな。でもこの通りのラーメン屋ってあれぐらいだよね。そうじゃあ、でもあれだ、音なくなってる。弁当盤なくなってる。ああ、ショック。この辺りに友達が住んどって、そこはの、ね、飲みで集まる学校のたまり場になっとってあるという。まあ、この中であれどうなって、お酒宗教大好き。あのビニール袋アニメとか買ったから。うん、宗教大生や。宗教大になってな、オタクはおんねん。うん、まあ、どこにも起こるわ。うん、俺は大学の卒業ローブに燃える卒業ローブとか書くやつだっておんねん。うん、あ、でも綺麗になったな、やっぱし。中にも入りゃんやろな、この時間は。だいぶなんか新しい建物建ってるもんな。言うて結構山奥なさ。あの、運動施設がメインやでな。あんまり、これは中京大以外の人があんまり知らんのが、実は、これ施設がだいぶ広いんよ。何せ、あの、運動施設が全部揃っとるから、スポーツ。ね、スポーツ学部の兼ね合いで、この子もね、実はプレス野球場とかでもね、そうこの子とかもね、あのずっとね、大学の施設になっててね、この野球場もね、結構ね、人工芝がね、名古屋ドームの人工芝を使ってるからね、名古屋ドームが定期的に張り替えるやん、そのお風呂をもらうっていう、しかし一応正門なんですよ。寮内で確かスポーツ学部の寮とかがあって、ここら辺とかにもそこで駐車場とかいっぱいあるからな、学生もこっちの学者はあの使いね、車は通学 OK やね。この辺りとかに温水プールとかがあったりして、
あれスクールバスよ。ちょっと綺麗になったスクールバスのデザイン。昔はな、滋賀観光とまるっきりそっくりなバスやってん。その外見から、外から見ると滋賀観光大バスが来たと思う。滋賀観光の滋賀ってどっちの滋賀？ああ、あの隣の近江の滋賀。ああ、うん、滋賀高原ではない。ここは第8学生中、この辺りにお寺とも行くことがなかった。そして段差がすごい。だからここの駐車場はシャクターの車は止めれない。ここの段差特に激しい。第一駐車場はあの先のところからずっとあの先行ったところにあるんやけど、あそこは比較的段差がまだ大人しい。特に今ちょっと後ろリアが重さくなってる。ここに梅村豪邸があるんやろ確か。誰かここが梅村豪邸なので違ったっけ。やっぱやろ、ね、梅村さんになったやろ、うん、梅村学園の、うんうん、怖いな夜の中京大学なかなかスリーこの先って何があるんやったっけ。あ、出版もないわ、うん、ここはもうなくてこれ無理やり行ったらどうなる。なんないか。やばいだろ。いや怖いぞちょっと。ちょっとさすがに。ここからフォックスタウンの方に行けるっぽいね。ああ。あれ通じてんのかな。なんかこれ右に行ったら行けそうですけど。ここってでもラグビー場そのまま。あ、ラグビーじゃない。ラグビー場はね手前だね。じゃないうん、この大きい奥にね野球場がごめんちょっと暗すぎて見えなかったね。なんちゃら学生がさ、寝てるとこもさ、車改造してそれの対策に普通になんか道で出たあ、こっちのもん、うん、どうだどこだったっけな、うん、あの豪邸の間に、うん、有名なあのハンマー投げ場があってたまにあの一時期全盛期のうちの教授が投げるとたまに日本記録を更新しとった時だった、うんうん、ポイって投げたらあ日本記録更新しましたすごい知るもんね日本記録更新されるって飛行士いや一応計測会ってなってるからちょっとは興味ないのかたまに日本記録が大学の記録会ってまあハンマー投げに力を入れとるところはそんなにないしな、うん、ここは違うでしょ確かに違う明かりずっと行ったらまた梅粒の方にスルスルと戻ってくるんで日本だと定食屋さんあるのかしらこれもこっちの方にはあんま来れんからなあ、今のとこ曲がったらこれ買ったらいい